韓国ドラマ情報局へようこそ。当チャンネルでは韓ドラを中心に韓国エンタメ業界の話をお届けしています。忘れられない大好きな韓国ドラマ、皆さん一つくらいはあったりしますか？世界規模でランキングを集計しているサイトランカーにて歴代ベスト韓ドラの投票が行われ、圧巻の160万票を獲得した集計結果が出ていました。ということで本日は世界が選んだ歴代ベスト韓ドラトップ15サクッと見ていきましょう。まずは15位、ホテルデルーナ、ダークファンタジーラブコメ。ソウルの繁華街に位置するとあるホテル、一方突然幽霊に追われるようになってしまった青年は訳あってそのホテルで働くことになるが、なんと従業員も宿泊客も彼以外は皆幽霊。美しく気難しい美食家の社長に愛遊、唯一の人間従業員にはヨジング。最高視聴率は 12.001%、 主君の太陽の脚本家がお届けするちょっぴりダークなラブコメ。ホテルデルーナは U-NEXT で見放題配信されています。14位には恋のスケッチ応答せよ1988ラブコメ家族。韓国で初めてオリンピックが開催された1988年、勉学よりもおしゃれに興味がある女子高生と兄弟のように育った近所に住む幼なじみの男の子たち、いつも一緒にいた彼らだったが恋心が芽生え始める。国民の妹ガールズデーイヘリ、今作がきっかけでヘリと交際に発展したリュジュンヨル、国民の彼氏と呼ばれるパクボゴム、他コギョンピョ、イドンフィなどが出演。放送当時ケーブルテレビ史上最も高い視聴率を記録し、今でも歴代4位の座に君臨しています。恋のスケッチ応答せよ1988はアマプラ、U-NEXT、DTV、アベまで見られます。13位はあなたが眠っている間に、ラブコメファンタジースリラー。予知夢が見えるのに悲劇を防げず苦悩する女の人、迎えに越してきた男性に命を救われたが、彼も同じ予知夢を見て助けてくれていた。そんな中別の男性も予知夢を見始める。新人検事役のイ・ジョンソク、女性主人公にはペスジ、エリート警察官役のチョン・ヘイン、弁護士を演じたのはイ・サンヨプ。不思議な夢で結ばれた3人の運命と恋の行方は。あなたが眠っている間にはU-NEXT、DTV、パラビ、テラサで配信中です。12位にはヒーラー、最高の恋人、恋愛アクションミステリー。殺人以外どんな依頼も完璧にこなす闇の便利屋ヒーラー。ある女性を探してほしいという依頼が入り、彼女の過去を知り気になった彼は潜入捜査を開始。2人の過去に隠されている真実とは何なのか。アンナラスマなら魔法の旋律、チチャンウク、気象庁の人々、社内恋愛は予測不能、パクミニョン、ペーパーハウスコリア、ユジテ。チチャンウクは一人で3役を演じています。ヒーラーはアマプラ、U-NEXT、DTV、Hulu、アベマ、パラビ、テラサで見られます。11位はキム秘書は一体なぜ、オフィスラブコメ。大企業の副会長は自分大好きな超ナルシスト、そんな彼を毎日付きっきりで9年支えたキム秘書は、恋や結婚をしてみたいと辞職を宣言。あの手この手で引き止める副会長はプロポーズまでしちゃう。主演はパクソジュンとパクミニョン。アクセス数2億回を超えた大人気ウェブ漫画を実写化、ツンデレ御曹司との王道ラブコメです。キム秘書は一体なぜはネトフリ、アマプラ、U-NEXT、DTV、パラビ、テラサで配信中です。トップ10に入ったのは W、君と僕の世界、ファンタジーアクションラブコメ。韓国を席巻している大人気ウェブ漫画、絵に吸い込まれ漫画の世界に入り込んだ研修医が出会ったのは、幼い頃から理想の恋人だと思っていた漫画の主人公。そしてその日以来、2つの世界を彼女は行き来するように。オリンピック金メダリスト役のイ・ジョンソク、漫画家の娘であり研修医の役にはハン・ヒョジュ、 MBC 演技大賞で7冠を獲得した人気作。 W 君と僕の世界は U-NEXT、 DTV、 パラビで配信されています。
9位はトッケビ、君がくれた愛しい日々、ファンタジーラブコメ。神の力で不滅の命を生きるトッケビという存在になった男。永遠の命から彼を解き放てるのはトッケビの花嫁ただ一人。900年以上が経ってやっと出会えたのはいいが、その頃には彼の生活は賑やかで楽しいものになっていた。主演はコンユ、キムゴウン、イドンウク、ユインナ、B2B ユクソンジェと豪華キャスト。最高視聴率はケーブルテレビ史に残る大記録の 18.68%。 韓国で大ブームとなり一世を風靡しました。トッケビはネトフリ、アマプラ、ディズニープラス、ユーネクスト、フール、DTV、アベマ、パラビ、ウォッチャ、テラサで配信中です。8位はサム・マイ・ウェイ、恋の一発逆転、ラブコメ。テコンドー選手として名を馳せたが、訳あって引退した男性とアナウンサーになる夢を諦めた20年来の幼馴染。ある日突然2人とも夢にもう一度挑戦しようと思い立つが、元カノが現れたりして親友だった2人の中に微妙な変化が生じちゃう。ダニ駆除会社で働く男性役のパクソジュン、デパートで案内係をしている役のキムジウォン、他アンジェホンとソンハユンがメインキャスト。アラサー男女の関係をリアルに描き、共感者が続出。エギョも話題となりました。サム・マイ・ウェイは DTV、パラビ、テラサで配信されています。7位にランクインしたのはチョル・イン・ワンフ、ファンタジーラブコメ時代劇。罠にはめられ逃げた大統領府のシェフ、ベランダからプールに落ち、目が覚めたらそこは朝鮮時代、しかもまさかの置き先の体の中に入ってしまっていた。初夜の儀式だけは何とか避けたいと男であることを王に告げるが信じてもらえない。主演はシン・ヘソン、キム・ジョンヒョン、ソルイナ、ナイヌなど今話題の俳優たちも出演。視聴率も 17.371% と TVN 史に残る記録。魂が入れ替わった彼は王宮でどう生きるのか。チョル・イン・ワンフは残念なことに日本の主要 OTT には来ていません。6位に入ったのは愛の不時着、ラブコメ。パラグライダー中に竜巻に巻き込まれ、軍事境界線を越え北朝鮮に不時着した財閥令嬢。発見してくれたのは堅物の軍人。韓国に戻るまでの間、彼の家で身分を隠して暮らすことに。主演のヒョンビンとソンユジンは2度目の共演。今年リアルで結婚した大人気カップル。TVN 史上トップの視聴率である 21.683% を叩き出し、今も世界で愛され続けているドラマです。愛の不時着は Netflix でのみ配信されています。5位はレイ、花もゆる8人の王子たち、ファンタジーラブコメ時代劇。ある日湖に落ちた子供を助けようとして溺れてしまい、目を覚ますとそこはなんと高麗時代。宮廷で暮らす少女の体で目覚めた彼女は、世にも美しい8人の王子と出会う。メインキャストはイジュンギ、アイユー、カンハヌル、その他ナムジュヒョク、ホンジョンヒョン、ジス、エクソのベクヒョンなどイケメンが勢ぞろい。中国の小説を原作としており、当時中国に過去最高額で売られた人気作。レイ、花もゆる8人の王子たちはUNEXT、DTV、パラビで見られます。4位には力の強い女トボンスン、ファンタジーアクションラブコメ。トボンスンは先祖代々続く怪力を持つ女の人。しかし自分の利益のために使うと力は消えてしまうため、力を隠しながら幼馴染の刑事に片思いして暮らしている。だが偶然彼女の怪力を見た御曹司にボディーガードとして雇われることに。アビス、パクボヨン、ファラン、ゼアのパクヒョンシク、私が一番綺麗だった時、ジス。今も海外では根強いファンに愛されており、トボンスンの親戚を描いたスピンオフ作、力の強い女カンナムスンの制作も決定しました。力の強い女トボンスンはUNEXTで配信されています。3位に入ったのは青い海の伝説、ファンタジーラブコメ。1598年、打ち上げられた人魚を助けた男の人。時は流れ、現代の彼は詐欺師として生まれ変わっていた。
ある日発見した言葉も話せない無防備な女性を放っておけないが、実は彼女は初めて陸に上がってきた人魚であった。主演はチョンジヒョンとイミンホ。韓国で古くから伝わる人魚物語をモチーフにし、最高視聴率は 21% を記録しました。青い海の伝説はネトフリ、アマプラ、ディズニー、ユーネクスト、フール、DTV、アベマ、パラビ、ウォッチャ、テラサで配信中です。2位は恋のゴールドメダル、僕が恋したキム・ボクジュ、スポコン青春ラブコメ。体育大学重量挙げ部の期待の星、キム・ボクジュ。水泳部のトップ選手と勘違いからトラブルになるが、実は小学校の同級生だと気づき、彼は彼女が気になりだす。だけど彼女は紳士的な医者に一目惚れしちゃう。主演はイ・ソンギョンとナムジュヒョク。この共演がきっかけで一度交際に発展しており、リアルなケミの良さが話題に。特にフィリピンでの人気が高いドラマです。恋のゴールドメダルはネトフリ、アマプラ、ディズニー、ユーネクスト、フール、DTV、アベマ、ウォッチャ、テラサで見られます。栄えある1位に輝いたのは悪の花、サスペンスメロドラマ。愛する妻と娘に囲まれ、平凡だが幸せな日々を送る工芸作家。18年前の連続殺人事件を追っている記者を紹介されるが、実は正体を隠し別人として生きてきた彼はバラされないよう記者を地下室に監禁してしまう。夜を歩くゾンビ、イジュンギ。優しい男、ムンチェウォン。2人はクリミナルマインド以来3年ぶりの共演を果たしました。フィリピンでリメイク版も制作されるなど、海外での人気が特に高いドラマです。悪の花は Unext で独占配信されています。いかがでしたか？意外なドラマも入っていましたか？ぜひコメントで教えてください。今後も韓国ドラマ情報を中心に韓国エンタメ業界の話なども配信していく予定です。それではまたお会いしましょう。